はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、カートイズミーティングイン浜松の会場限定トミカシビックタイプ R ホワイトです。はい、しっかり見ていきます。このトミカはカートイズミーティングイン浜松の会場限定トミカシビックタイプ R ホワイトです。で、フロントの方を見ると通常トミカのシビックタイプ R とフロントマスクは同じだね。で、ボンネットのところにはナンバー14のゼッケンナンバーがプリントされてます。で、フロントガラスのところにはホンダのエンブレムだね。で、ルーフの部分は CTM2 だからカートイズミーティング2018のプリントがされてます。あとは全体的にこれ迷彩柄っぽいようなカラフルなプリントがされてます。で、横から見ると CTM ってプリントされてて、ここにカートイズミーティング in 浜松2018ってプリントされてあるね。で、後ろの方はこんな感じだね。シビックタイプ R14 番のゼッケンナンバーになってます。で、運転席側の側面はこんな感じです。で、リアウィングはこれは純正パーツと同じデザインだね。で、タイヤはサスペンションがついてます。で、裏の部分はホンダシビックタイプ R ナンバー58番2017年の車種になってます。で、全体的にこの迷彩柄のようなプリントがされてるけどすごくバランスが良くてかっこいいね。で、シールとかも一切なくて全部プリントされているのが非常にいいかなと思います。はい、会場限定トミカのレッドとホワイト2台並べてみました。全体的にこうプリントされてある迷彩柄っぽい色合いがレッドとホワイトのベースカラーだと違うんだね。うん、それぞれのボディカラーに合ったデザインになってます。で、それ以外の14とかホンダのエンブレムとか CTM っていうプリントはそれ以外は同じデザインになってます。で、どちらのデザインもそうだけどすごくプリントが綺麗に印刷されてていいね。非常に満足度は高いです。はい、今日はカートイズミーティング in 浜松の会場限定トミカシビックタイプ R ホワイトを紹介しました。で、ホワイトもレッドもそれぞれボディカラーに合わせたカラーリングになってて非常に良かったね。で、このレッドの会場限定トミカは前回レビューしたのでこの上の方にリンク貼っときます。こちらからぜひご覧ください。で、このホワイトのシビックタイプ R は会場限定で定価が1500円でした。うん、これだけしっかりカラーリングとかプリントがされてて専用のボックスもついてるので非常に良かったかなと思います。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。